皆さんこんにちは、アイズインワンダーランドのアリスです。本日は手を修正するハンドリファイナーの紹介とその使い方をかなり検証しましたので、使い方を見ていきたいと思います。このようにすごく綺麗な女の子が生成されたのに手がおかしいということはよくあるのではないでしょうか。このように指が1本少なかったり、手があまり綺麗じゃないために採用できないということもあります。今まではただインペイントをして、運によっていい手が出るように生成したり、フォトショップでレタッチしたりということで対応していたと思います。今回のコントロールネットは、この手をある程度自動的に直してくれるという機能です。原理としては、以前に使っていたデプスマップライブラリー&ポーザーに非常に近い方法になります。この拡張機能は今は更新されていなくて使えないのですが、手の深度マップ、デプスマップを使って、手を書き換えるというものでした。この拡張機能では複数個の手の深度マップがもともと用意されていて、それを組み合わせて使うという方法でしたが、今回このコントロールネットのハンドリファイナーのすごいところは、元の画像を参照にして自動的にこのデプスマップを作ってくれるというところです。それでは早速使い方を見ていきましょう。本日のゴールとしては、先ほどのこのような手をこのような形に変えていきたいと思います。 100% 完璧というわけではないですが、レタッチするにしてもかなりハードルが下がると思います。これを手作業なしで、あまり何度も何度も画像を生成するわけでもなく生成できますので、非常に効果的なコントロールネットだと思います。では基本的な使い方を見ていこうと思います。先ほどお見せした画像はすでにアップスケールが終わっている画像ですが、まずはアップスケールせずに1枚画像を生成します。設定に関してはチェックポイントにドリームシェイパーのバージョン8を使っています。 Easy ネガティブのネガティブエンベッティングを使って、ステップ30 DPM++SD カースで生成しています。サイズは 512×768 で、ステップ数が 30CFG スケールは7という設定です。生成された画像がこちらになります。指が1本少ない手が生成されました。顔なども全体的にぼやっとしていますが、これはアップスケール前だからということです。そして使い方ですが、この画像をイメージとイメージで処理していきます。コントロールネットのマルチコントロールネットでも使用できるのですが、イメージとイメージのインペイントを使った方が画像生成が早く、画像も綺麗に生成されましたので、イメージとイメージに画像を送って生成していきます。ここで早速一つ注意点なのですが、手をきれいに作るためには必ずアップスケール前の画像を送ってください。ハイレザフィックスでアップスケールをした大きい画像はうまく手が直せない可能性が高いですので、まずこの方法で画像を生成する場合は、テキストトゥイメージではハイレザフィックスを使わず 512×512 とか 512×768 ぐらいのサイズで画像を生成してください。テキストトゥイメージで生成された画像をイメージトゥイメージに送るには、このボタンをクリックすると情報と画像が送られます。それでは画像を送ります。画像が送られると同時に画面もイメージトゥイメージに変わってくれます。プロンプトや画像や生成するセッティングもそのままです。デロイジングストリングスはデフォルトの 0.75 になっています。そしてコントロールネットを触っていくのですが、コントロールネットのタブを開きます。今の新しいコントロールネットではここに画像置き場がありません。基本的にイメージトゥイメージで使う画像と同じ画像を使う場合はこのままで使用しますし、違う画像を使いたい場合はアップロードインディペンデントコントロールイメージを押すと画像置き場が出現します。そして今回はインペイントを併用しますので、この画像を一度インペイントに送ります。インペイントに画像を送るときはインペイントボタンで画像を送ることもできます。ただしインペイントボタンで画像を送ると画像の読み込みが少し時間がかかるという特徴があるようです。10秒ぐらい少し待ちましょう。外部からドラッグ&ドロップした場合は結構すぐに画像が入ってきますので、とても急ぐ場合はドラッグ&ドロップしてください。そしてインペイントを行います。手のところだけ塗っていただければいいと思います。右手の方はとても綺麗なのですが、一応デモのために一緒にインペイントしておきます。
そしてこの状態でセッティングですが、オンリーマスク2を選びます。マスク以外のところはインペイントしないという意味です。そしてアップスケールは行わずに元の画像のサイズのままで生成していきます。デノイジングストレングスは全く書き換えてしまうという意味で1を選択しておきます。シード値は同じ画像を生成するわけではないのでランダムにしておきます。そしてコントロールネットですが、何も選択しない場合は先ほどと同じ画像が選択されていますので、このまま何も画像を入れずに行っていけばよいと思います。イネーブルにチェックを入れます。そしてコントロールネットが最新のものになっていることが条件ですが、ちょっとバージョンを見ておきましょう。コントロールネットが2024年1月5日の時点での更新のものに変わっている必要がありますので、更新している状態で先ほどのコントロールタイプからデプスを選択します。デプスを選択するとプリプロセッサーのところからデプスハンドリファイナーというのが選択できます。こちらを選択します。そしてモデルですが、通常では SD15 デプスというモデルしかありません。そこでこの SD15 インペイントデプスハンドというモデルを自分でダウンロードする必要があります。概要欄にリンクを載せておきますので、コントロールネットハンドリファイナーというページに入っていただき、コントロール SD15 インペイントデプスハンドをダウンロードしてください。ダウンロードはこの矢印のボタンをクリックするとダウンロードされます。容量は 723MB です。そしてこのモデルをコントロールネットのモデル置き場のフォルダーに入れてください。一応コントロールネットのモデル置き場がわからない方がおられるといけないので場所だけお見せしておきます。フォルダーの場所ですが、ステーブルディフュージョンウェブ UI フォルダーの中のエクステンションズフォルダーの中のコントロールネットフォルダーの中のモデルズフォルダーの中に入れてください。ここにコントロール SD15 インペイントデプスハンドが入っていれば OK です。この状態でジェネレートボタンを押すと、この手が自動的に修正されると思いますので、一度画像を生成してみましょう。初回の起動はモデルのダウンロードが入りますので少し生成に時間がかかると思います。今画像が生成されました。このように指がちゃんと5本ある綺麗な手が生成されています。少しインペイント部分の関係で手首にリングがついてしまっていますが、これはいつもつくわけではなく今回たまたまついたという認識で良いと思います。そして手の振動マップですが、このように非常に綺麗な手の振動マップが生成されています。そしてアップスケールはここからやっていただければいいと思いますので、イメージツイメージタブに戻って今生成された画像をドラッグ&ドロップしてください。そしてサイズを変更してデノイジングストレングスを小さくします。画像をあまり変えたくない場合は 0.4 以下にするといいと思います。もともと生成した画像のシード値を覚えておいてそれを入力するとより変化が少ないと思いますので、少しその情報だけ見ておきます。情報を読み込んでシード値をコピーしてシード値を入力しておきます。そしてコントロールネットは使わないのでイネーブルを外しておきましょう。この時にもしチェックポイントを変えたければチェックポイントを変えても良いと思いますが、今回は同じチェックポイントドリームシェイパーで生成していきます。これで綺麗な女の子の画像が生成されました。とても綺麗に生成されたと思います。これがいろいろ検証した結果、私が一番いいと思う方法でしたので、皆さんも試して使ってみてください。そして一つ大事な注意点なのですが、この振動マップを使った時にエラーが出る場合があります。どのようなエラーが出るかというと、こちらのファイル名または拡張子が長すぎますというエラーが出る場合があります。これはこのコントロールネットはハンドリファイナーのモデル、これは自動にダウンロードされるプリプロセッサーのモデルですが、こちらのファイル名は非常に長いんですね。コミットハッシュは全てついてて非常に長いので、 Windows が規定するファイル名の長さを超えてしまってダウンロードできないことがあります。対策としてはなるべく浅い階層にこのステーブルディフュージョンウェブ UI フォルダを入れるようにしてください。私はこれが出たためにこのステーブルディフュージョン 2023-08-11 フォルダの中に
ステーブルディフュージョンフォルダーを入れていたのですが、 C ドライブ直下にこのステーブルディフュージョンウェブ UI フォルダーが入るように変更しました。そうするとこのハンドリファイナーのモデルが無事にダウンロードされて、ハンドリファイナーを使うことができるようになりましたので、もしファイル名についてのエラーが出る場合はそのように対処してください。それでですね、もともとアップスケールしてあるこの画像を直接ハンドリファイナーするとどうなるのかを見てみましょう。こちらの画像をインペイントの画像置き場に置きます。そして同じようにインペイントをして設定を変えていきます。設定ですが、画像サイズが 1024×1536 で、そのままのサイズで生成していきます。デノイジングストレングスを1にして、そしてコントロールネットからハンドリファイナーとハンドリファイナーのモデルを選びます。それで一度画像を生成してみると、出来上がった画像がこちらになります。このようにちょっと指が曲がっていて、こちらも少し指が汚いような感じになってしまいました。手の深度マップも指は少しおかしいというような形になっていますので、やはり 512×512 を中心としたサイズで一度手を直してから最後にアップスケールするというのが良いと思います。これは何度か試しましたが、手のサイズ自体が変わってしまったり、手の形が崩れるということはやはり大きい画像で行うと確率が高かったと思います。あとはコンフィ UI の方ですが、コンフィ UI の方ですと、一つは画像生成が非常に早いというのと、あとは手のマスクですね、手のマスクを自動で作ってくれて、インペイントで自分で塗らなくても、このように手をきれいに変えてくれます。そして最後ハイレゾ、アップスケールですね、アップスケールするということで画像が生成できます。ちょっとアップスケールで絵が変わってしまうという問題点、服の柄がねこんな風に変わってしまうという問題点もあるのですが、非常に画像生成が早くて、そしてオートでここまで行ってくれるということで、コンフィ UI も非常に使いやすいと思います。コンフィ UI のノードに関してはあまり興味のある人が多くないと思いますので、メンバーの動画の方で紹介していきたいと思います。最後にアニメ系でも使えるかどうかを見てみましょう。エニーローラチェックポイントを使って画像を生成してみました。このような女の子の画像で、右手が少しおかしな感じになっています。先ほどと同じような方法でいきましょう。イメージとイメージに画像を送って、インペイントに画像を送ります。手の部分を塗っていきます。コントロールネットからイネイブルデプスプリプロセッサーがデプスハンドリファイナー、モデルがインペイントデプスハンドを選びます。元の画像は 512×768 でデロイジングストレングスは1で生成します。サンプリングメソッドとステップ数はご覧の通りです。モードはオンリーマスクとにしています。ではこれで画像を生成してみます。今画像が生成されましたが、アニメ系の方はどうもうまくデプスマップが作れないようですね。これ指が曲がった感じでおかしくはないのですが、生成された画像はこのような形でうまくデプスマップを反映できていないようですので、おそらくリアル系に限るという形だと思います。元の画像の解像度を上げてからやってみますね。ハイレゾフィックスで2倍にアップスケールしてから、その画像でハンドリファイナーをしてみます。画像が入ってきました。この画像のサイズが 1024×1536 ですので、このままシード値フリーにしてなかったですね。シード値をフリーにして、画像を生成していきます。ハンドリファイナーを選択して、では解像度はピクセルパーフェクトにしておきますね。画像が大きいので、ではこれで失礼しました、インペイントに行かなくちゃダメですね。インペイントに画像を送って、なぜかこのインペイントに画像を送るのはかなり時間かかりますね。ではインペイントをやっていきます。それでは設定などは今までお話しした通りで画像を生成してみました。今画像は生成されました。アニメの方はですね、アップスケールしてから手を書き換えた方がうまくいくかもしれません。ただやはり右手の方はうまく修正されていないようですので、基本的にはこのハンドリファイナーはリアル系に強くて
アニメは少し弱いという認識なのでしょうか。アニメでもうまくね直せるといいのですが、皆さんいろいろと使い方を工夫して手を修正してみてください。今までいろいろと出てきた手の修正ツールと比較してかなり簡単でかなりうまくある程度の手を作ってくれるツールだと思いますので、このコントロールネットのプリプロセッサー、そしてモデルはとてもおすすめです。ステーブルディフュージョンウェブ UI もしくはコンフィ UI で活用してみましょう。それでは今日の動画はこのあたりで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。本日はこのあたりでお別れにしたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。